はい皆さんこんにちは公益財団法人地球環境戦略研究機関アイジェス理事長の竹内でございます主催者を代表して、えー、一言開会のご挨拶を申し上げます、えー、コロナ禍の中オンラインでの開催となるウェビナー石炭からの卒業ネットゼロ排出へ日本とドイツの共通課題に、えー、500名近くの皆様に参加登録を いただきまましして心より感謝を申し上げます本ウェビナーは世界がネットゼロ社会に向かう中での石炭火力についてドイツと日本を中心に議論するとともに世界の脱炭素化に向けた両国の協力のあり方について検討することを目的とするものでありますドイツ環境自然保護原子力安全省のゴ立ッ 気候変動欧州国際政策副局長、並びに、えー、日本の環境省、小野地球環境局長におかれましては大変お忙しい中、ご登壇いただきまして、えー、私からも心より感謝を申し上げたいと思います。また、国立環境研究所の麻酔室長、ドイツ復興金融公庫のカーンディレクター、株式会社レノ・レロ レノバの宮部室長そしてインドネシアのインスティ r ュート e n t エッセンシャルサービスリフォームのファービー事務局長にもご登壇いただくことになっておりまして私としてもお話を伺うことを大変楽しみにいたしております気候変動課題は気候危機と言われ今や待ったなしの状況にありますネットゼロ排出を目指すためには 早期に石炭から卒業する必要がありますそのためにはエネルギーの供給と需要の両面での大きな変革が不可欠です私は1976年に当時のドイツ連邦自然保護景観生態学研究所に客員研究員として長期滞在しておりました時当時のオルショービー所長に 広大なルール活断採掘地域の露天掘りの現状と所長が指導しておられた採掘後の農地への復元あるいは斜面の緑化修復まあこうした現場を案内してもらったことがあります最近になって同じ現場を訪れてみますと地域の鉱山はすべて廃山となり巨大な大型重機を展示するまあ産業博物館となっておりました これはいわば石炭からの卒業を象徴するような風景でありエネルギーを取り巻く社会の大変革を私自身が身をもって実感いたしましたさて日本でも菅総理が2050年カーボンニュートラルを表明されましたその際地球温暖化対策を経済成長の制約として捉えるのではなく 積極的対策が変革をもたらし大きな成長につながるという発想の転換が必要であると述べられましたまた石炭火力発電に対する政策も抜本的に転換すると述べられました首相演説を受け日本国内では政府に加え様々なステークホルダーが脱炭素化に向けて急速に動き出しています 小泉環境大臣は2030年の電源構成に占める再エネの割合を4割以上にする意向を表明いたしましたこれは決して容易ではありませんが国を挙げて到達を目,目指すべき目標であると考えられます日本は長い間石炭火力発電の輸出を支援してきましたが国際的にはグテレス国連事務総長をはじめ 国国連・国際機関から非難を浴びてきました。しかし今年7月にはインフラシステム輸出戦略が改定され新規の石炭火力輸出への公的支援を行わないことを原則とする、まあ、そういう方針となりましたここには原則という言葉が使われておりますがその後国際協力銀行 JBIC の前田総裁は 石炭火力発電の輸出支援について新規融資は事実上ないだろうと発言をしておられます皆様よくご存知のようにドイツや日本に加え世界最大の排出国である中国や米国など120カ国以上がネットゼロ目標を表明あるいは表明する見通しとなっておりますその中には100か国余りの開発途上国が含まれています パリ協定の目標実現のためにはこうした途上国においてもネットゼロ達成が実現できるように日本ドイツを含む世界の先進国新興国が協力支援していくことが重要であると考えられますウェビナーの前半ではドイツの脱石炭政策の背景ご苦労今後の展望についてお話をいただきますまた日本では 石炭火力政策の抜本的な転換の具体化についての結論は未だ出ておりませんが脱炭素化に向けた取り組みの中で石炭をどのように考えていけばよいのかをお話しいただけると思っておりますウェビナーの後半では日本とドイツが技術輸出戦略の一環としてどのように協力し他国の脱 炭素化を促すことができるのかについての議論が行われますウェビナーを通じて、今後のネットゼロ達成に向けたヒントやアイデアが生まれ、え脱炭素化を加速化させる一助となることを期待をいたしております本ウェビナーが皆様にとりまして、有意義なものになることを心より願っております以上簡単ではございますが、私からの開会の ご挨拶とさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました